今朝のコメンテーター経済評論家三橋貴明さんです。三橋さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。こういうニュースがあります。これびっくりされた方もいるかと思うんですが、今朝の朝刊なんか見ても出てますがね、北海道沖の千島海溝沿いで、今後30年以内にマグニチュード 8.8 以上の超巨大地震が、発生する確率最大 40% とする見解、これを政府の調査機関が発表しました。東日本大震災にですね、匹敵する規模の地震が切迫している可能性が高いとしてですね、対策を呼びかけています。東日本大震災がマグニチュード9でしたからね、まあ、今回はマグニチュード 8.8 以上の超巨大地震というふうに言われているんです。で、北海道庁の担当者はですね、日頃からの備えが一番大切なので、来年度以降どういった訓練をしていくか考えていきたいと話していました。まあ、これその政府の調査委員会が言うには、日本列島周辺の海のプレートがですね、陸のプレートの下に沈み込んでいる、これ海溝、あとトラフ、これで起きる、海溝型地震、この辺について防災対策に生かしてもらうために発生するそのエリアとか規模、それに確率を評価しているということなわけなんですけれども、まあ、これ北海道沖の千島海溝沖というふうに私申し上げましたけれども、これが今後30年以内に超巨大地震が起きる可能性が最大 40% と、まあ、こういう今確率を申し上げました。これ実は人事じゃなくてですね、これ北海道で大変ですよ。首都直下型地震、そうですよ、これ考えてみたとき30年で確率 70% なんですよね。はい、で、南海トラフ巨大地震も高いですからね。はい、そうです、確率7割ですね。でね、北海道の今回の話はね、はい、何が問題かというと、津波です。はい、はい、だからまた30メートル級の津波とかが起きる可能性があるわけなんですよね。はい、それにどう備えるのかという話になります。はい、そうですね、まあ、これはもう東日本大震災であれだけの、ね、被害を受けた津波です。はい、まあ、これをその東日本大震災の教訓をそれではじゃあどう生かしていくのか、でもこれはね、この30年で4割というのを高いと見るのか、はい、いや4割でしょって思っちゃったらいけないってことなんですよね。難しい話じゃなくて、あの津波ではね、まあ、2つパターンあるんですけど、はい、あの1回波が引くケースがあるわけですね。はい、それは助かりますから、はあ、30分ぐらいはかかるので、その間に絶対高台に逃げること、はい、っていうのを徹底的に教育する。いきなり押し寄せてくる場合もあるんだけど、その場合どうするのかっていうのはちょっと別の問題なんだけど、少なくとも波が引いたらみんな逃げろというのを徹底する必要があると思います。あの東日本大震災の時にも一旦はね、引いたんですよね。はい、ですからその、まあ、避難する時間には40分とか、はい、それぐらいの時間はあったと言われてますよね。そう、あの時にね、例えば、まあ、歯医者さんとかで、そのいやいや大丈夫だよって形で、患者さんたちが逃げないんで、あの看護師さんとかお医者さんも逃げられなくて、みんな亡くなったとかね、そういうパターンが結構あるんですよ。はい、あとはその一回はその高台に避難したんだけど、はい、まあ、戻っちゃった、そうなんですよ、戻っちゃったとかね、ねえ、ですから、まあ、そういったものを教訓としてですね、まあ、とにかくよく東北地方で言われている津波てんでんこというね、てんで逃げろってことですね。そうです、まあ、その一人一人が身の安全を図る、家族だろうが何だろうが一塊になるんじゃなくて、まずは逃げろという、ね、そういうその言い伝えもあるというくらいですから、この30年以内に北海道沖の千島海溝沿いで、超巨大地震が起きる確率が4割あるということ。じゃあ一方で津波ではないんだけれども、はい、首都直下型地震というこの恐怖もありますね。こっちはね、まずは、はい、あまりにも集中してるじゃないですか、東京に機能が、これは分散しなくちゃいけない。はい、あのね、いいアイデアがあるんですけど、どういう財務省を飯田市とかに移す。はい、あ、したらまあ、ね、リニア新幹線とかね、新幹線一瞬でできますよ、多分。あ、じゃあ徳島でもいい、そしたら四国新幹線がすぐできる。それはなぜかというと、今はそんなに便利ではないから、はい、もっともっと便利にしたいということですね。だから財務省さんにね、動いていただくと、そしたら、まあ、彼らはまあすぐ喜んで予算つけてくれると思うんですね。はい、まあ、でもとにかくね、明日なんて伸ばしてる場合じゃないんですよね。あと首都直下型地震の場合はマグニチュード 7.2 ぐらいと言われてるんですね。はい、9じゃないじゃないかと思ったんですけど、直下ですからね。はい、で浅いところで起きれば、阪神・淡路大震災なんですよね、あれと同じようなパターンで、でね、震度7とかね、はい、まあ、震度7相当大きいですよ、はい、大きいけど、そういうのが来るとね、国会議事堂が崩れ落ちますからね。そ
そうですか。そういう世界なんですよ。もう我々はそういう世界に生きてるんですよ、はい、だからあの熊本地震はね、震度7が2回来た、2回来ましたからね。だから1回は持ちこたえた家屋でも2回目はダメだったなんてこともありますよね。とにかくあの事前のやはり準備、あと心の準備っていうのも必要ですからね。教育、あ、そうですね、徹底すべきです。はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ファックスは東京 03-5403-1151、 ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは@tera1134、 ハッシュタグは tra1134。 たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に JA 埼玉中央から美味しい川越藩のオクラ米、新米5キロプレゼントします。川越藩のオクラ米、埼玉県米どころ川島町で生産されております。生産農家がですね、特別な肥料を使って栽培していて、丹精込めて育てているお米、産地で精米しています。一度食べたら忘れられない美味しいお米、川越藩のオクラ米、たくさんのご応募お待ちしています。当選者の発表はエンディングで。時刻6時7分です。文化放送おはようテラちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。時刻6時11分です。12月20日水曜日、今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんです。改めて三橋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。三橋さんに話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。まずはこのニュース。読売新聞、リニア談合4社調整、2011年合意か。リニア中央新幹線の建設工事をめぐる談合事件、大林組など大手ゼネコン4社の担当者がリニアのルートが正式決定された年2011年頃から、もうすでにですね、将来発注される工事について4社で受注調整することで合意していた疑いのあることが分かりました。まあ早いって感じがしますけどね。でもね、これ何が問題なんですかね、逆に。あ、問題ではないですか。私、問題がわからないんです。だって9兆円のプロジェクトで、はい、しかも10年以上の工事なんですよね。はい、だから各社は当然、それに備えた供給能力の拡大というのをやらなくちゃいけないわけですよ。そうしないとできないですよね。はあはあ、だから事前にゼネコンとかが、まあ、あの相談してあって、うちここ取るから、お宅ここねって形でやって、で、それに備えて設備投資とか人材投資やっていくっていう話が、何が問題なのかわからない。私は談合が悪だなんて全く思ってないから、はい。はい、もちろん法律的にはわかんないんだけども、じゃあ逆に、じゃあ価格競争ですってやってね、はい、一般競争入札ですってやって、それで確かに安いんだけど、ボロボロのリニア新幹線が出来上がっていいんでしょうかね。っていうのをね、ちゃんと考え直すべきだと思います、私は。はい、特にこの話は、だって JR 東海って民間会社じゃんと。そうです。はい。もちろん財政投資のお金入るんだけど、はい、あれ返済しますからね。あの要は借金ですから、ただのあれは、はい。だから別に国の公共事業でやってるわけじゃないのに、なんでこういう話になるのかなっていうのは私は疑問です。あ、まあこれまでの談合というとね、あの公共事業、はい、まあ、国のお金でけしからんっていうのは。それはまあ分かんないでもないですよ。はい、まあまあそれでもね、あのまあ例えば供給能力維持するために必要な談合あるんじゃないのっていう話はやりたいんだけど、まあそれは今日はないけど、はい、これ民間企業じゃないですか。はい、何が問題なのかよくわからない。まあですから不正な値段でっていうのが、うん、まあそこの不正な値段ってのはちょっと高いってことですよね。はい、逆言うと、じゃあ安ければいいっていう、やっぱそのおかしな発想があって、それは安ければいいんだけど、安かろう悪かろうになっていいんですかっていうのもちゃんと考えなくちゃいけないですよね。はい、適正な値段だったらいいんですけどもね。うん、そしてまあ事前にですね、確かに三橋さんのおっしゃるように、そんなすぐにできるもんじゃないですからね。例えば一般競争入札っていうのは、要は取れるか取れないか分かんないってことですね。はい、それで、こんな巨大プロジェクトをですね、一般競争入札ってやって、で、逆に取れちゃったってなったら、もう間に合わんでしょう、どっから準備してもと。あるいは取れなかったら、せっかく準備したのに無駄だったってことになっちゃうと、準備もしないでしょってことになっちゃうから、事前に調整するの何が問題なんだろう、私本当わかんない、これ。まあ、今回この工事はですね、22件が発注されていて、はい、まあ、それがあの、4社の共同体が、あの、7割近くに当たる15件を4社の共同企業体が、3、4件ずつ、ほぼ均等に受注していたっていうのが、はい、まあ、先ほどの三橋さんのお話だと、まあ、これ事前に話
し合っていれば、決めたんでしょうね、こことこことここというのが分かる。じゃあ私はここのところを担当するから、そこに向けて設備投資とか人材投資をやっとくよと、はい、数年前からやるわけですよね、当たり前ですけど、というのをやった挙句一般競争入札でして取れなかったって言ったら会社が潰れちゃうじゃないですか、そんなことやってたら、はい、となるとでもこれ例えば今回は4つの会社ですよね、うん、まあその共同企業体って言われてる、はい、その他でも狙っていたところっていうのは、うん、じゃあどうしてたのかなっていうのが出てきますね。本当は最初からね、私ゼネコンとか大手の会社が集まって話したっていいと思いますよ、はい、まあそれは独禁法上どうなのっても話あるんだけど、そのぐらい巨大プロジェクトで絶対失敗できないし、品質が下がるのも問題でしょっていうようなところが完全にこの話は抜けてると思う、うん、確かにそのリニア中央新幹線といえばですね、もう第一に安全ですからね。そうですよ、これがどうなるかという、まあ、ところにも引っかかってくるわけですからね。私ね、これね、うがった見方するとね、これ基本的に公正取引委員会の後ろにいるのって財務省なんですよ、はい、だから財務省がリニア新幹線潰したんじゃないかなと。なぜかというと財政投融資で金が出ちゃうじゃないですか、はい、一応だから財政拡大の一環なんですよこれ、それを潰したんじゃないかなと私は正直そういうふうに、まあ、これは憶測ですけど、はい、憶測ですね、思っております。あの一方の JR 東海、まあ、発注側ですけれども、はい、もう時間ないですよって言ってますからね。そうですね、もう本当に間に合わなくなります。これで滞ったりすると時間ないんですけどっていうふうに、うん、まあ、あの発注主は言ってるんですよね。はい、続いてはこちらです。読売新聞、望み亀裂14センチ破断寸前。 JR 西日本の新幹線の台車に亀裂が見つかった問題。亀裂はですね、台車の枠の両側の面にですね、側面に、両側面に14センチにわたって入っていて、破断寸前だったことが分かりました。まあ、底辺はもうほぼ全部入ってたということなんですけどもね、JR 西日本、破断すれば脱線など大きな事故に至る可能性があったと。これあとだから3センチに迫ってた、はい、5時台で私1円玉3つって言ったんですが申し訳ありません、1円玉って直径2センチだったので 1.5 枚ですか。ギリギリまで来てたってことなんですね、うん、これ危なかったでしょ。あの新幹線っていうのは未だかつて、はいはい、鉄道会社側の責任で事故を起こしたことは一回もないんですよ。50年以上、はい、それが初めてなる可能性が高かった。これ危なかった。そうですね、うん、重大インシデントとして、うん、あの運輸安全委員会がですね、これを調査しているということなんですが、JR 西日本、今後の安全対策として台車に異常が発生したことをセンサーなどで感知する方法を検討するとしているということなんですね。この継ぎ目という金属と金属のこの溶接部分っていうのが一番弱いと言われてる、はい、うんうんうん、そこはなんかこう機械というかですね、なるほど、そこが異常をきたした時には目でこう色でわかるだとか、まあ、そういうのをやってる。あとだから3段階あって、2年に1回とか例えばですね、はい、オーバーホールみたいなことをやる。でもう一つはもう少し短い期間で、やる。そして、その今回のこの運行の当日もやっていた目視というのもあったんだそうですが、はい、まあ、これでは残念ながら引っかかってこなかったということなんですよね、うん、だから、まあ、今言ったようにこの台車にも、そういうセンサーなど機械を使ったですね、検査方法を検討するということなんですけども、ただ今の時点ではその亀裂などが入った原因については分かっていない、はい、ということなんですよね、うん、まあ、これも三橋さんが普段から心配されている、例えば、まあ、縮小だとかね、コストカットコストカットとかね、はい、あとはその技術の伝承、そうちゃんとできてないとかですね、ことじゃなければいいなと本当に思いますけれどもね、はい、ですね、はい、でも何かこう、うん、そういうところもいろいろこう、複合、ね、的に。このラジオ、私出始めてから、もう5年ぐらい経つんですけど、はい、夕方からにも含めるとね、はい、だんだん、その安全っていうのが、なんか危なくなってるなっていうのを本当にリアルに感じますね。はい、ニュースが多いから、そういうのが。そうですね。はい、100人以上が亡くなった JR 西日本ね、福知山線の脱線事故っていうのもありましたけれども、はい、あれが2004年ですか、はい、はい、の事故ですけれども、まあだから今回だって一つ間違ったら1000人ぐらい乗ってたんですからね、はい、どうなってたかわからない。あのアメリカでね、鉄道事故がありました、はい、だからいうのを見てるとこれ一言じゃない、はい、あのお金ってあって絶対安全性を軽視しすぎてます、日本っていうのは、だからさっきの談合の話もそうですよ、はい、まあ、お金の話だと JR 東海損するのかもしれないんだけど、安全じゃないリニア新幹線作られるより絶対いいでしょうっていうような、そういうバランス感覚を取り戻す必要があるんじゃないかなと思いますけどね、はい、今まではだからそのビニーにサイニーにもう徹底的にやってきたから安全が確保できてきたわけだけども、はい、大丈夫だろうってやったらその安全というのは一気に崩れる可能性があるというか、私ね、
今言ったようにこういう感覚はね、80年代ぐらいまで残ってたと思うんですよ。はい。でもバブル崩壊でデフレ化した後にどん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 消えてって、コストコストコストってなってるように思います。はい。はい。続いてはこちら。日本経済新聞。法人税収 4.3% 増に鈍化。財務省が2018年度予算案での税収見通しを固めました。法人税収は2017年度に比べて 4.3% 増の12兆2000億円、10% 以上の伸びを見込んでいる2017年度よりも鈍化します。グローバル化が進んで海外子会社の収益などが課税の対象になりにくく、企業業績との相関関係が弱まっていると、所得税収21年ぶりの19兆円程度、消費税は過去最高の17兆6000億程度となる見通しと、まあ、企業としては法人税の減税は嬉しいことなんでしょうが、一方税制で恩恵を受けた企業のいい業績で税収が増える構造にはなっていないということなんですね。簡単に言うとこういうことです。はい、法人税を減税されました。はい、じゃあ純利益が増えました。はい、でじゃあそれをどこに投資しようかと、こんだけお金が、まあ、現預金あるからさすがに投資しよう、じゃあ外国で外国に投資をするとここにありますけども、あの税金がなかなか取りにくいということで、はい、税金が戻ってこない、はい、という構造になっちゃってるんですよ。じゃあそれをどうするかってことですね。そうですよ。じゃあ本来は、ね、もちろん法人税引き上げた方がいいんじゃないかと、国民むしろ、ね、会社の経営者として私は嫌だけど、はい、ただそっちの方が国家のためだと私は思いますけどね。はい、2018年度の税収で最も多いのが所得税です。はい、財務省2017年度について年初に見積もった17兆9000億から18兆6000億に、この7000億ですね、上方修正します。賃上げによる給与の増加で税収が増える見通しと日経新聞には出ておりますが、これいかがですか。上がっとらんだろうがって話ですよね。本当にね。はい。これどういうつもりでこういうこと書けるんですかね。要は希望でしょ、うん、希望的観測。だこの希望的観測2013年からずっと騙されてるでしょ、皆さんって話ですよね。はい、見積もりですもんね。見積もりか、結果で考えた方がいいと思いますよ。そうですね。本当に。で、消費税については2017年度は年初の見積もりと同じ17兆1000億。2018年度は去年に比べて 2.5% 増加、5000億の増収を見込んでいる。はい。まあ、これも見込み。これはね、実質賃金が上がってない。つまり、我々の所得が増えてない中で消費税収が増えるってことは、つまり、加速所得がさらに減ってるってことでしょ。使えるお金が減ってるってことですね。そうそうそう、だから考えてみてください。年収300万円の人がいますよと、はい、で手取りでいいです、うん、それが今度消費税率が 10% になりますよね、はい、だその手取りから30万円税金取られると考えてください。ほとんど消費税高いからほぼ消費でしょ、年収300万円のぐらいの人は、はい、そこで30万円税金払うんですよ皆さん、ということを考えたらこの消費税がどれだけ恐怖かというのが分かると思います。私逆に高所得者層は気にしません、なぜかというと年収1億円の人って絶対1億円、使わないから、せいで使って1000万ぐらいちょっという話になるから、税率的には低くなるんです消費税って。そういうことがあるってことなんですね。はい、はい、以上ニュース目玉焼きでした。時刻6時29分です。今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんです。この時間三橋さんにお話しいただくテーマこちら、新幹線とリニア中央新幹線。この時間は日本の交通インフラの話題をしていただきます。全国各地で新幹線誘致のための署名活動、まあ、これが三橋さん展開されているそうですね。そうなんです、私ね今年、まあ、間もなく終わりますけど、はい、日本青年会議所、はい、JC さんの、アドバイザーやってまして、それでまあ、みんなでですね、新幹線各地に誘致しようってことで、署名活動が始まってましてですね、もう若い経営者の方々が頑張って署名集めまして、四国新幹線だけで12万人分、四国で12万。署名が集まったんですね。で、四国新幹線って聞いたことないんでしょ。そうですね。でも、基本計画はあるんですよ。はい。でも、基本計画のままだと全く、整備される可能性ゼロで、はい。これを整備計画化、そして事業化。事業化が工事ですね。はい。そこまで持ってかなくちゃいけないので、四国新幹線とか、山陰新幹線とかね、あと、奥羽新幹線とか、上越新幹線とかについて、はい。なんとか整備計画にしてくださいっていう署名活動をやってたんです。まあ、計画はあります。そしてね、ゴーサインが出ると、用地確保したりだとか。そうです。ね。そして、まあ、進んでいくという、はい、それはおそらくラジオ機の方の頭の中にもで理解できるかと思う。でもよく
計画はあるんだけれども、うん、計画のまま終わるっていうケースありますよね。はい、そうなんですよ。終わっているというか、まあ、まだ進まないというのが正確か。そう、はい。四国新幹線とかの基本計画ってね、だいたい50年前に立てられたんですよ。50年前ですか。半世紀前ですよ。半世紀間何もやってないんですね。はい。なんでかというともお分かりでしょうけれども、はい、もちろん財源問題です、ね。お金。はい。あの、信じがたい話なんですけど、日本政府って国家の基幹インフラである整備新幹線に、毎年わずか700億円台のお金しか出さないです。はい、700億円台です。はい。で、このまま PB 目標、まあ、いわゆるプライマリーバランス目標があるので、こういう、はい、まあ、そういう状況になってんだけど、はい、まあ、PB 目標が維持される限り、全国各地の新幹線整備はね、22世紀になっても終わんない。はあ、はい。これ変なんですけどね、はい。新幹線って明らかに投資じゃないですか。はい、インフラが残るわけですね。だから、赤字国債で年金を渡しちゃいました話じゃなくて、明らかに投資なんだけど、そういうものまで、要は建設国債で整備する新幹線とかまで PB に入れちゃってるんですね。基礎的財政収支。もうおかしい、明らかに。はあはあ、その投資をプライマリーバランス、うん、まあ、基礎的財政収支に入れる、はい、このおかしさってちょっと教えていただけますか？おかしさね、簡単にわかるんです、はい。皆さんが家計で家を買います。はい、住宅ローン組んで、例えば3000万円のローン組んで、はい、それで家買いました。で、家という資産残ってるんですね。もちろん3000万円の負債もあるんだけど。はい、その3000万円についてね、今月の給料、例えば30万円、3000万円ですね。はい、3000万円ね。3000万円で家買ったとします。で、今月の給料30万円、支出3000万円ってやらないでしょ、絶対に。はい、住宅ローンに支払いと金利分だけですよね。はい、で、企業だとそうでしょ、はい。企業が1億円の投資しましたと。1億円の支出費用ってやりません。はい、減価償却するんです。はい、だから投資系の費用っていうのは、その減価償却とかローン的に割って、それで費用計上するのが当たり前なんだけど、全額乗っけるんですよ。つまり財務省の今のやり方はお小遣い帳。はい、はい、家計の家計簿以下なんです、彼らの頭の中は。はだから10兆円の公共投資だったらいきなり10兆円って支出乗ってくるんで、はい、違うんですよ。もちろん権利60年で償却するんだから60で割れないんですよ。はい、そういう風になってるからおかしいでしょってことです。あ、そうですね。はい、あと以前から三橋さんおっしゃっていたですね、はい、リニア中央新幹線、うん、先日大林組はじめとする大手4社のゼネコンによる不正受注というのが、まあ、発覚した、はい、これ先ほども、お伝えしましたけども、これで、はい、この影響ですよね、うん、リニア中央新幹線完成にこの影響が、まあ、出るのか出ないのか、これもね、わけがわからない話です、はい、リニア新幹線は、はい、これは公共投資じゃありません、はい。JR 東海が自費で作るんです、はい。だから銀行からお金借りるか、もしくは財政投融資だ、お金、政府のお金入るけど、それは返済するものなんですね。はい、その民間企業のプロジェクトについて、例えば大林組とか大手ゼネコンが、まあ、談合して受注調整して、はい、それで、まあ、こういう、あえてこういう言い方しますけど、その、実際に工事が始まる何年も前から、はい、うちはあそこの部分をやんなくちゃいけないからということで、準備をするための投資をやってたんですよ。はい。2011年からね。そう、2011年から。工事始まったのは昨年ぐらいでしょ。はい。はい、で、今回って、例えば世界最長のトンネル工事とかあるわけですね。はい。当然そういうのをやるんだったら、技術投資とか設備投資とか人材投資やらなくちゃいけないと、はい、それでね、実際に準備して一般競争入札でーすってやって、はい、じゃあ安いところを取ってくださいってやったらね、うん、落ちる可能性があるわけですね、はい、だから全部準備無駄になっちゃうじゃないですか。だってお金かかってますよね。かかってますよ、その時点で、だから事前に調整して、それでじゃあみんな一番いいところをやった、うん、いい品質で、はい、それで立派なリニア新幹線作ろうじゃないかっていう話が何が問題なのかと、はい、これは談合だって言ってるわけでしょ、はい、はい、まあそれ談合かもしれないんだけど、これ何が問題なんですかねと、逆に一般競争入札にあってね、それで品質が悪いものを作って、これは安く済むかもしれないんだけど、はい、しかもこれね、JR 東海が文句言ってんならいいんだけど、JR 東海何も言ってないんですから。まあ、後期が心配だった。そちらも心配でしたね、当然、はい。何やってんだろうっていうのが、今の日本国家であり、日本政府であり、公正取引委員会なんですよ。はあ、これ、だから、選び方間違えましたかね。例えば、一般競争入札にしないで、はい、うん、もうちょっと違うやり方で、業者を選ぶ、企業を選ぶ。それをやると、それはそれで、なんか、なんで随意契約やってんだとか怒るでしょ。でもね、はい、例えば、カローラを調達しますとかね、はい、これ一般競争入札ってわかるんですよ。どっから買ったって同じだから。はい、いや、このリニア新幹線のインフラ整備は絶対違いますよね、そこを一緒にしてる時点と本当に今の日本おかしいと思う、はあ、これでもそうなってくると、実際はリニア中央新幹線の工期というのに影響してくるんですか。そうですよ、しますよ。私らこういう話をすると、三橋は談合はいいっていうのかって言うんだけど、あえて言いますけど、いいですよ、はあ、別にこういう話だったら、まあ、この安全ということに関して、そう、安全とあと工期ね、あとリニア新幹線とか、ね、巨大プロジェクトで、しかも超スーパー技術使うわけなんで、そういうので一般競争入札やんなくちゃいけないって言ってる方が頭がおかしいと思う、私は。あえて言いますけど。はい。また後ほどお話をお伺いします。時刻6時40分です。
今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。まあ、鉄道のアメリカの事故のニュースですとかね、はい、まあ、リニアの談合の、まあ、鉄道関係ですし、うん、そして、まあ、先日起きた例のその台車に亀裂が入ってて、うん、あと3センチで台車が、はい、まあ、断裂、結局は壊れちゃうと。走ってる時に断裂したらどうなんですか、どうなってたかってことなんですよね、うん。それはもうインシデントじゃなくてアクシデントですね、その場合は。もうそうなっちゃうとですね。うん、だから、その、亀裂が入ってたものもですね、結果的には、プロの人が岡山駅から乗ってきて、はい、うん、まあ、小倉出発ですから、はいはい、で、岡山から乗って、一周があれスタートでしたよね。そうでした、そうでした。妙な匂いがするっていうのが、はい、その、乗務員から言った。で、乗ってきた。そしたら今度、音が妙だというのが、はい、でもこの音だったら、大丈夫かなってプロの耳で聞いて、うん、でその時は異臭が収まってたということですね、はい、でまたしばらく行ったら今度はまた異臭がしてきたっていう、うんうんうん、でまあ名古屋でもう一回点検したら大変なことが見つかった。ちょっとずつ亀裂が大きくなってたと考えるべきでしょうね、当然。そうですかね、こういうことは、はい、でもその、まあ、一気にこの14センチも行くのかどうかとかね、はい、まあ、今調べてるのでしょうけれど、でもそうやって3時間走ってたという、はい、この恐ろしさもあるんですよ、ね、本当に危なかったですね。名古屋で止まりました。そしてしばらくはその車両移動ができなかった、はいはい、なぜならば台車が壊れちゃう可能性があるからだっていうことだったようなんですよ、はい、うん、だから本当に危ない状況だったということなんですね。さて危ないといえばこれ大地震というのもですね、私たちは構えておかなければいけません。こういうニュースがあります。北海道沖の千島海溝沿いで今後30年以内にマグニチュード 8.8 以上の超巨大地震が発生する確率最大 40% とする見解を政府の調査機関が発表しました。東日本大震災に匹敵する規模の地震がですね、切迫している可能性が高いとして対策を呼びかけています。まあ、この対策っていうのは一日も早く、そうです、あと私たち一人一人も、はい、意識しなきゃダメだと、ね、そう、津波は教育で相当助かるんですからね、はい、もう徹底して、とにかく逃げることっていうのを徹底しなくちゃいけないです、はい、高い方に、はい、あとは、まあ、大体同じようなところにいる人はどこに逃げるのか、はいはい、パニックにならないように、はい、東日本大震災の時に、釜石だったと思うんですけどね、はい、その2日ぐらい前かな、確か避難訓練やったんですよ、災害に対する、でみんな防災センターに逃げ込んだんですね、その時、うん、はい、でその直後に東日本大震災があったから、みんなそこ逃げちゃったんですよ、はい、で2階建てだったんです、はあ、だからもう助からなかったんです、みんな、はい、ですからまあ想像を絶する津波が来ましたからね、はい、まあ一方ではその普段から小学校でね避難訓練をしていて、はい、うん、で助かったっていう学校もあの時もね、小学校ってでかいから3階建てじゃないですか、でも逃げようっていう判断でみんな逃げたんですよ。だから助かったんだけど、はあ、3階に車突っ込んでましたからね、はあ、私も見ましたけど、はあ、そこまで行ったんです、水が、はたまたね、その、まあ、教師の判断で、はい、残念ながら命を落とした小学生もたくさんいたなんていう学校もありましたし、はい、うん、でもそういうことを全部ひっくるめて、その事前に三橋さんおっしゃるように、はい、津波が起きたと想定して それも予想外の高い津波が来ると想定して、じゃあどこに逃げるのか、しかも事例があるわけですよ、はい、私たちの記憶に残ってるものがね、はい、はい、で、今度は逆に、いや、私、千島海溝沿いには住んでませんのでという人は、うん、例えば東京近辺だと首都直下型地震、はい、これも30年で7割の確率で来る、南海トラフ地震、はい、これもありますしね、注意は必要です。さあ、それではここからは三橋さんにこのテーマで話を聞きます。消費税増税と残業規制。この時間は2019年 10% への増税が予定されている消費税について三橋さんにお聞きします。三橋さん、はい、このままだと予定通り増税ということなんですかね。そうですよね、はい、もちろんその増税反対の声が上がり始めてますけれども、はい、今のところ増税でね、はい、問題だなと思うのは、消費増税も問題なんだけど、はい、最近増税の話がラッシュでしょ、はい、所得税改革とか、はい、タバコ増税とか、国税とか、はい。もうね、財務省は、その選挙が終わって、自民党の支持率とか安倍政権の支持率も関係ないから、もうやりたい放題増税路線で走ろうっていう感じでやってきてますね、はい、明らかに、そんな中ですね、おはようテラちゃん活動中、木曜日のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さん、はい、は以前からこの増税は反対を訴えてらっしゃる、まあ、藤井先生内閣官房参与でいらっしゃいますけれども、はい、なんか面白い実験をされて、
その、消費税率を変えてですね。はい。それで、その対象者たちが、被験者たちが、増税後に商品を買うか買わないかっていうのを、こういうのを調べたそうなんですよ。はい。で、すごく問題な結果が出たのが、はい。あの、消費税率が 10% になった場合に、心理的負担感が一番大きくなると。ほう。なんでかというとね、計算しやすいから。はあ。ええ、そうか、1割。そう。10だから、10% だから。8% とかなかなか計算できないです。例えば、19,800 円の 8% って計算できます、はい、私できない。できません、ね、できないです、ええ。でも、10% だったら1,980円ですね。はあ、はあ。瞬間的にわかるんですね。ええ、あ、じゃあ39,500円は3,950円と、はあはあ。いうことで、この心理負担感がとてつもなくでかくって、ええ、はい。あの、前回の 8% 増税時の 1.5 倍の消費縮小効果をもたらす可能性があると。はあ、縮小しちゃうってことですよね。そうです。分かっちゃうから。分かっちゃうから。だから買わないんだから買わない。ええー。はい。で、はい、消費税率 8% に引き上げたとき、はい、日本の消費っていうのは、これ民間最終消費支出って、まあ、いわゆる個人消費ですね。はい。個人消費の実質値で8兆円消えたの。うん、8兆円ですからね。はで、その 1.5% ってことは、1.5 倍ってことは、12兆円の実質の消費の縮小の可能性があるんです。はい、19年10月の消費税率の 10% を上げるとすると。そうなんです。はい。へえ。これ大変でしょ、数字的に。そうですね。あのね、今まで、その、ま、この前 8% に上げて、はい、こんなに冷え込んじゃって。そうです。で、ようやくまたそれが戻りつつあると。まあ、まだ13年の数字回復してないんですけどね。戻り、はい、あまあ、なんとか戻ろうそうですね。ちょっとずつという。まあ、そこに来て、この、まあ、言ってしまえば再来年2019年 10% になると、はい、今、三橋さんおっしゃったみたいな、ことが。そう、14年以上の落ち込みになるでしょうね、これは。ええー。と、目も当てられないなと。そうなんですよ。いう感じですね。はい。さて、さらにですね、もう一つ、この残業規制の問題もあるということですね。これもね、大問題で、要は、電通のね、まあ、女性社員さんのあの問題で、はい、なんか一気に残業を規制しようって話になっちゃったんですよ。いや、まあ、それは、まあ、別にね、いいんだけど、はい、でも、当然、残業できないってことは、今まで残業代で稼いでいた方々が、給料が減るってことなんですよ。はい。はい。で、大和総研の試算によると、この残業規制、まあ、働き方改革とか言ってますけど、この残業規制によって、国民の所得が最大で年に、8兆5000億円減少するそうです。はぁ。また兆円なんですよ。また兆円ですね。また兆円なんです。8兆5000億。これが19年なんです。はぁ。わかります？何言ったか。消費税が上がるのが。その同じ年なんです。19年ですからね。だからその19年に消費増税と残業規制だけで、20兆円超の需要縮小になるんですね。日本は。はい、そこに、東京オリンピックのインフラ整備の終了。はい、20年もやりませんからね。19年まで。19年で終わりなんです。ね、できてなきゃいけないわけないんですよ、はい。さらにそこに、各種の増税、はい、社会保障改革と称する社会保険料の引き上げとか、あるいは所得税外改革と称する所得税の所得控除の縮小、まあ、850万円以上の人だけだ、はい、だけど、そういう増税が加わってくるので、絶対にこれは日本は19年から深刻な悲惨なデフレに逆戻りします。まあ、今だって物価下がっちゃってるけど、これはさらに悲惨なことになるのはもう確実です。となるとですね、三橋さん、その消費税の増税、そして残業規制、これどうすればいいんですか？まず消費増税については、はい、これは、延期するか、はい、まあ最低でも延期。はい、だから凍結すべきですね。凍結、はい。はい。だってもう結果分かってんですからね、すでに。で、残業規制についても、これ見直すべきですよ。いや、考え、ちょっと不思議な話ですけど、はい、まあ確かに残業でね、悲惨な過労死されてる方いっぱいいて、その電通の彼女の話も、まあおかえそうだと思いますよ。はい、でも、そういうミクロな事例の結果、国民の所得が8兆5000億円減るんですよ。これって正当化されるんですかねって話だから、ちゃんと見直すべきだと思います。はい、そうか、見直しですね。で、残業規制の方はね、これは厚生労働省の話なんだけど、はい、消費税はもちろん財務省。はい。はい。でも、そのプライマリーバランス黒字化目標が今もう継続してますから、はい、とりあえず消費税増税っていうのは財務省的には正当化されちゃうんですよ。だって PB 目標があるじゃないかと。はい。いうことなので、このプライマリーバランス黒字化目標をとにかく破棄すること。はい。これをやらないと話が始まらないですね。まずは基礎的財政収支。まあこれはもう、決定されてるけれども、それを。目標を破棄する。はい。
で、具体的には、来年の6月に、骨太の方針2018ってのを閣議決定するんですね。はい。その骨太の方針に入ってくるんですよ、このプライマリーバランスが。はい。そこで、破棄する。あ、破棄するって言うと大げさだから、こっそり入れない。はははこっそり入れない。スッと抜いちゃうみたいなことをやらないとダメですね。ああ、もう来年の6月ですね、これね。で、そこで残っちゃうと、19年度の予算っていうのが、プライマリーバランスに基づいてやるってことになっちゃうから、消費増税はもう延期も何もできないでしょう。はい。で、さらに残業規制もやるってことになると、まあ、20兆から30兆の需要縮小効果だから、日本の GDP はだいたいマイナス 6% ぐらいかな。はい。というとんでもない状況になっちゃいますね。リーマンショッククラスですよ。はい。でもこれはもう毎回聞いてますけども、はい、財務省だって分かってることですよね。いや、財務省は関係ないですもん、そんな話。はあ、あそこ、彼らは出世できるかどうかだから、このそれこそ消費増税とかに成功すると出世できます。はい、で、その出世した人が事務次官になって、はい、そういう人が下でね、財政拡大ですよなんて言ってる人を引っ張り上げるかって言ったらそんなことしないんですよ。左遷されることになるから、財務省の中で出世するためには緊縮路線を次々にやらなくちゃいけないと。いうことになってるだけなので、その構造を変えるのと同時に、プライマリーバランス黒字化目標は閣議決定で破棄。はい。この二つやらないとダメですね。で、できるんですよ、一応。はい。でね、憲法改正って、あれ国民投票必要じゃないですか。はい。敷居高い。ハードルが高いんです。でも、私が今話してる話、例えば財務省の出世のルール変えますとか、あるいはプライマリーバランス黒字化目標を破棄します。これ閣議決定でいいんです。はい。はい。だってなぜかというと、財務省の人事権って今内閣官房持ってるんで。はい。だからもう閣議決定で、財務省の出世のルールっていうのは、GDP を増やした人が、増やすのに貢献した人が出世しますって形にやっちゃう。はい。で、閣議決定できれば法律にすべきです。そうしないと財務省は、いや、もう今安倍政権はそんなこと言ってるけど、次のやつは違う風にしちゃえばいいんじゃないかってことで、まあ、ここだけの話、ラジオで言っちゃうけど、安倍政権の次の候補いますよね。はい。自民党の総裁候補の人たち、はい、全部洗脳されてます。はあ、3人いて3人ともやられてます。ああ、そうですか。はい、となると、じゃあ、だから法律でやっとかないと、私たちに何ができるかって言ったら、はい、これも以前から、三橋さんおっしゃったみたいに、はい、まあ、政治家を動かすそうです。地元の国会議員です。はい。はい、地元の国会議員。やらないため。そうしないと、もう本当に、ね、これ、本当に貧困化してます。本当の意味で小国化しますよ。19年に日本は。はい、まさに三橋さんが普段おっしゃってる、亡国。亡国に至りますね。しかもそれが来年6月の、骨太の方針2018の閣議決定で決まっちゃうっていう、本当にやばい状況なんです、だから今日本。自分たちの、今ラジオ機の方もですね、自分たちの生活をどうしていくのかって、ね、はい、やっぱり、自分たちが動くしかない。ないですよ。っていう時期に来てると。あ、ちなみにね、もう一回言っておきますけど、はい、こういうことやってるから、私は絶対に会社に国税が来ると思いますからね。はい、来ないことを祈ります。三橋貴明さんでした。はい、エンディングです。 JA 埼玉中央の川越藩の美味しいオクラ米新米5キロプレゼント、当選したお二人発表。横浜のいくちゃん、おめでとうございます。もう一方は、ちょっちゃん、当たりました、おめでとうございます。今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんです。アメリカ西部のワシントン州のシアトル近郊で、日本時間19日午前1時前ですね、未明、アムトラックが運行する14両編成の列車のうちの13両が脱線しました。これ運輸当局によるとですね、この脱線があった区間というのは走行時間を短くするため、従来のこの線路と、よりもさらに内側に新しく線路を作ってですね、ちょうどこの日から運用始まって、その1本目の列車が脱線したということなんですね。まあ、本当だったら40キロ台で走行しなきゃいけないカーブを120キロ台で、そうなんだそうです。それで脱線しちゃったんですね。14両編成のうち13両脱線してますからね。最後尾の車両だけが線路に乗っかってるという、あとは全部脱線してるということなんですけども、いやなんか上級とか、アメリカって先進国ですよね、一応ね。でもオペレーションとかめちゃくちゃになってますね、なんか。だから標識を見逃したのか、でその機械的にスピードコントロールがこの区間ってのはできないんだそうです。ね、なんか私たち常識で、まあ、日本でもね、全区行きとはいかないんでしょうけれども、はい、というようなところで、まあ、3人が命を落としてたくさんの方が怪我をしているという状況なんですがね、はい。まあ、で先ほど の福知山線なんかもカーブでね、はい、スピードを出しすぎてっていう100人を超える犠牲者が出たわけですけども、まあ、こういう事故がありましたね。はい、
あとは、産経新聞の記事ですが、政府昨日の閣議で、地上配備型の弾道ミサイル迎撃システム、イージス・アショア2機ですね、自衛隊に導入する方針決定しました。秋田、山口両県の陸上自衛隊の演習場が配備の候補地に上がってまして、平成29年度補正予算案と30年度の予算案、関連費用を計上して、そして、導入に着手し、35年度以降の運用開始を目指すということです。北朝鮮の脅威に対応して弾道ミサイル防衛のこの体制強化を急ぐ形。小野寺防衛大臣会見で、我が国を常時持続的に防護できるようになり、弾道ミサイル防御能力、防衛能力の抜本的向上が図られると、この導入の意義を説明したということなんですが、これはいかがですか？ロフテッド軌道と覚えてますね。はい、こう、高く伸ばして、それ下に落とす、はい。あのロフテッド軌道で撃たれると、この弾道ミサイル迎撃システムでは迎撃できません。は残念なことに。ということなんですよ。それ以外のもの。結局、敵基地攻撃能力ね。まあ、弾道ミサイル、巡航ミサイルね、買おうとしてますけど、あれを持たない限り、ミサイル防衛は現実はできないんですよ。で、これは多分、まあ、アメリカから買うんでしょ、そうです。でしょうね。トランプ大統領に対するお土産ですよ。もうこれ言っちゃなんですけど、で、このミサイル自体は日米で開発したものをね、まあ、搭載するということのようなんですけれども、そういうことですか。だから、まあ、ちゃんと当たるものも命中するものもあるけど、まあ、中距離で飛んでくるのは落とせるかもしれませんが、ロフテッド軌道は無理。高く上げて、垂直みたいに落としてくるやつは、これはダメだということなんですね。あと、こういうニュースもあります。まだ開通していない区間のある圏央道、首都圏中央連絡自動車道の全線2024年度に開通する見通しとなりました。政府の財政投融資による資金、1兆5000億円建設に使うことが財務省に認められ、整備が早まるとして国土交通省が初めて開通時期を示したものです。財政投融資、国債を発行して集めたお金などを原資に融資する仕組みのことで、こうした高速道路、高速各社が金融機関などからお金を借りて作って、完成したらその借金とともに独立行政法人日本高速道路保有債務返済機構、こちらに引き渡しているということなんですけれども、まあ、これ工事は早いにこったことはないんでしょうね。財政投融資ってなんかほら、なんかこれそういうこと財政投資が悪だみたいなイメージ持ってる人いるかもしれませんけど、政府が借りて貸すだけですから、別に政府の負債が増えるわけじゃないので、だからプライマリーバランスの黒字化の対象外なんですよ。ここだけの話、またここだけの話、財務省はね、この財政投融資までプライマリーバランス黒字化目標に入れようとしてたの。これはおかしいでしょ。政府が借りて貸して債務と債権が同額になるのに PB に入れようとしてたんですよ。まあ、それは不可能でしたけど、さすがに、そこまでやるんですよ。そうなんですね。今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんでした。三橋さん、どうもありがとうございました。